シーン、安心のうん、アンノーン、香川県直島町、ベネッセハウスウォルターデ・マリア、ワルターデ・マリア、1935年10月1日から2013年7月25日は、アメリカ合衆国の彫刻家、音楽家。インスタレーション作品などを多数制作、設置している。アメリカ合衆国カリフォルニア州オールバに生まれ。 デマリアは1953年から1959年までカリフォルニア大学バークレー校で歴史学と美術を学んだ。1960年にニューヨークに移り制作活動を始め、初期はダダなどの美術運動に影響された彫刻を作った。こうした影響により、簡素な幾何学的形状やステンレスやアルミニウムといった大量生産で作られた素材など、 後にミニマルアートの特徴となるものをデマリアは使うようになる。1960年代半ば以降、デマリアは様々な芸術活動に関与する。彼はハプニングに参加し、二つのミュージカルを作曲し、二つの映画を撮った。また、デマリアはニューヨークのロックバンドザ・プリミティブスやベルベット・アンダーグラウンドの先駆者となった美術家と音楽家によるグループ。 ザ・ドラッツのドラマーとなった。1977年にカッセルでのドクメンタにて発表され、高級展示されているバーチカルアースキラマター。1997年撮影。地表には直径5センチほどの真鍮の棒の端だけが露出しているが、この棒は指定1キロメートルまで垂直に伸びている1968年より、デマリアは アードロームなどミニュアルな彫刻やインスタレーションを制作するようになった。また同じく1968年にモハーベ砂漠で制作した1マイルの長さの平行線を描き続ける作品、マイルロングドローイングなどアメリカ南西部の砂漠でランドアートのプロジェクトを実行するようになる。彼はこうした砂漠で風景と自然、光と天候が 猛烈な物理的精神的体験となるような状況を作ろうとしてきた。1977年にニューメキシコ州かトロン郡の砂漠のただ中に作ったライトニングフィールドはデマリアの代表作でありランドアートの代表作でもある。1マイル1キロメートルの範囲に400本のステンレス製のポールを220フィート間隔で格子状に立てた作品は 見に行った日や天候で状況が変わる。この砂漠では雷が多発するため、ポールに落雷する際の光や轟音を観覧者は体験することになる。日本では香川県の地中美術館に大規模なインスタレーションが常設されている。2013年7月25日、ロサンゼルスで死去。77歳ボーツ、脳卒中の治療中であった。 ウォルター・デ・マリアさん死去前の現代美術家朝日新聞2013年7月28日ありがとうございます。